オーラが凄す,すぎる、エビハラユリ、なかなか会えなかった同郷モデルとの激レアにショットに反響。お二人ともいつまでもお美しい。モデルのエビハラユリ、44が28日までにインスタグラムを更新。同じ宮崎県出身のモデル今宿あさみ、46と念願の初対面を報告した。この日、エビハラは、 会えちゃった、びっくりマーク会えちゃいました、びっくりマーク今塾あさみちゃんに。宮崎県民の星同じ宮崎で、昔から雑誌で見てたあさみさん。お互いの第一声が、宮崎ですよね、だった。W と綴り、笑顔で対面する様子を披露。黒のロングスカートにイルカがプリントされたキュートな T シャツで現れたエビハラ。続けて、お互いの第一声が、 宮崎ですよね、だった。W もずっと知ってたし、同じお仕事だけど、なかなか会えなかった存在の方。会えてめちゃくちゃ嬉しかったし、めっちゃ可愛かったびっくりマーク。とても気さくで感動でしたびっくりマークは、まだまだ話したかった。また会えますように、とコメントし、貴重な時間を過ごしたようだ。また、今塾もインスタグラムで、エビちゃん。 あのエビちゃん。会ってそうで会っていなかった。お仕事のジャンルが違うので、撮影でご一緒することはなく。今日、初めてお会いすることができました、と報告。とても気さくにお話ししてくださって。なんだろう、う同居もあるのか、初めましてな感じがしなかった。しかし、可愛かったな。モデルとしても、ママとしても、 宮崎県民としても、話し足りない。とにかく、胸熱でしたまたお会いできますように。ありがとうございましたびっくりマークてげ、嬉しかったびっくりマークきっと、このツーショットは雑誌でも見れないでしょしょう、と宮崎弁を交えて綴っている。そんな二人のインスタには、ファンから私たち宮崎県民としてお二人は大スターです。かわいい。 マジ惚れた同郷は絆深まるよね。お二人ともいつまでもお美しい。オーラが凄す,すぎる。宮崎は美人さんが多いんですね。大好きな二人が一緒にいる。めちゃくちゃ綺麗です。などの声が寄せられた。夫はリップスライムのアイルマリー49で2021年に第2子を設け、現在2児の母親であるエビハラ。モデルや女優のお仕事のほかビューティー番組、 BTTV ボーステレビ朝日の MC を務め多忙な日々を送っている。